はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もういただく料理目の前に見えておりますが、この動画がですね2024年の大食い動画撮影始めということで、今年はですねこちら元祖肉玉そばおじさんでですね、この肉玉そばいただいていこうと思います。僕の動画はもちろんですけれども、この大食いの方の中ではね、このお店何回も動画にされておりまして、みんな知ってるよね、このめちゃくちゃうまそうな肉玉そば。牛、豚、鶏と3種のね動物系のスープがぐっと詰め込まれた濃厚な一杯となっておりまして、お店の表題としましては、ご飯がですね日本一進むラーメンということで、もちろん今回はセットで白いライスと、通常ね単品で提供しております餃子、唐揚げといただいておりますので、本日はこのセットをですね早速いただきたいと思います。僕の動画でもですねこれ何回も食べてるんですけど、この濃厚なスープですよ。いや新年一発目のラーメンですからね。もう米食いてちょっともういろいろとお話しする前に麺いっちゃっていいですかね。伸びる前にこの出来たてですよ。うまっ。あれこれおちさんところ撮影来たのいつぶりだろう。結構数ヶ月ぶりだと思うんですけど、やっぱうまいっすね。僕も正月ね散々飲み明けくれましたんで、大食い全然しなかったんですけど、正月ボケした胃にねシャキッとくるわ。パンチ力がすごいのよこれ。うまそうでしょこれ。ちょっとライス片手にね。やっぱうめ。ちょっと一回いろいろとお話しする前にがっつりちゃっていいですか。もう2週間ぐらいですね大食いしてなかったんで、がっつりちょっといかしてください。まあ、肉と卵黄絡めちゃおう。これがうめえのよ。うめうめえ。今日はですねちょっと撮影日が1月の6日ということで、年始始まって営業も間もなくですよ。撮影時間が今3時ということで、中休みの間にねちょっと撮影させてもらってるんですけど、2時頃お店を訪れたら満席。わかる。正月ね、このお正月食材だけ食べて過ごした後のこのラーメン最高にうまいと思う。せっかくなんでラーメンだけじゃなくて、ちょっといただいてる一品物もね出来たてでいただきますか。まずこの餃子ですね。新年一発にうまいもん食ってるんで、ちょっとリアクションが今日オーバーかもしれませんが、うまい。うまいな。おちさんちの餃子って結構珍しい味付けでして、お野菜とそれ以上にお肉のうまみ強いんですけど、そこにね甘み、これが加わってて、味もしっかりあるんだけど止まんなくなっちゃうというか。なあ、でこれ唐揚げですよ。もう1月にもなって外は寒いのに、今がっつきすぎて汗かいております。唐揚げもこれご飯といっちゃいます。うまいな。あーダメだ。うん、まっ。
わ。でも今回ですね、こちらのメニュー麺5玉いただいたんですけど、撮影を始めて約13分、麺がもう半分なくなっております。うまっ。ちなみに撮影抜きでね、撮影外では昨日にちょっと一軒僕もラーメン始めとして、うちのね妻とラーメン食べに行ったんですけれども、僕はそこのラーメン屋さんでした。ただ妻は浜寿司さんの味噌ラーメンでした。娘連れて家族でお寿司屋さん食べに行ったんですけど、メニュー表を見てたらうちの妻がね、ダメだもう我慢できないっつってラーメンをね注文したんですけど、うちの妻ももともと今ほどはラーメンが好きな人間ではなくて、本当に僕に感化されて好きになったタイプでして、ぜひねこの視聴者さんも皆様この僕の動画画面越しに見てね、よりねちょっとラーメン好きになってくれる人が一人でも増えたらいいなと思うんですけど、それこそおちさんちなんかはね、ラーメン屋さんに慣れてないお客様でもテーブル席もあったりとか、なかなかラーメン屋さん行けないよって方はこのおちさんでね、この美味しい三重スープのラーメンね食べてみてください。絶対ラーメン好きになると思う。うん、例えば去年の2023年は僕がね撮影納めしたの12月の26日でして、今日が1月の6日ということで、だいたい10日ちょっとか大食いしてなかったので、正直ね今日不安だったんですよ、食べられるか。今日は多分ご飯とか一品合わせたら5キロ弱ぐらいかなある気もするんだけど、多分これペロッといっちゃうわ。今現段階でですね、正直個人的な感想としては足りないです。本当今回のこの年始の動画撮影始め、新規店にするのか好きなお店にするのかいろいろ悩んだ結果好きなお店選んだんですけど、正解でした。大正解でした。そしたらただいまですね、こう食べ進めまして、麺は全て完食させていただきましたが、まだねこのお肉ちゃんたち具材が残ってますんで、締めはね最後まで美味しくということで、焼肉丼形式でね毎回これやっちゃうんだよな。最初のねこの出来上がった状態のスープとはまた違って、食べ終わりは麺だったりとか、あとはお肉具材の味っていうのがスープにまた浸ってて味わいが変わるんですけど、その締めスープにこのご飯と和えるとね、またちょっと一味違います。
何回もやってますけど好き。ああもう終わるな、終わっちゃうな。年末年始本当に我慢して我慢して我慢を重ねたんで、あっという間すぎるわ。うまい飯食うって人生の中で大事だな。そしたら本日ね、これいただきました肉玉そばセット、最後のこれは一口唐揚げでございます。うん、ごちそうさまでした。と言いたいところなんですけれども、正直まだちょっと食べ足りません。この辺りですね、並盛りメニューをちょっと追加しようかなと思います。僕もね、動画で何度もお世話になっているゴールデンタイガーさんから発祥した TKM、 いわゆる卵かけ麺ですね、こちらのおちさんのお店の方でもですね、公認 TKM 店としてこちらのですねメニュー販売しておりますので、せっかくですからこのおちさんのですね TKM 並盛りで締めにいただこうと思います。ということで本日のね締めですね、もう完全に今日はこれ以上追加はございません。僕の大好きなこちら TKM で締めたいと思います。本店というか大元であるゴールデンタイガーさんと同じくですね、レモンとわさびの味両方選べまして、今回はわさびを注文させていただきました。最初からこのわさびとね、まあ、タレ卵全部これ合わせて、うまそう。まあゴルタイさんとやっぱりまた味が違うな。どちらかというとカツオっぽさというか、この出汁感も強いのでお蕎麦にも近い味はするんだけど、やっぱりあくまでラーメンというかね、絶妙な味だな。うん、あんだけ食べた後ですけど、今回並盛りの 200g なんで一瞬です。ごちそうさまでした。本日はですね、僕が昔からお世話になっておりますこちら元祖肉玉そばおちさんで、特大の肉玉そばをですね2024年の動画撮影初めとしていただきました。相変わらずめちゃくちゃうまいです。今年の一発目としてこのお店を選んで本当に良かった。僕自身の動画ではかなりご無沙汰かな、去年も来てはいると思うんだけれども、やっぱずっと食べたいというか、ここのラーメンはねなんかね癖になるんですよ。食べたいなーっていう欲が頭の片隅にどっかにずっといる、そんなラーメンでして、お店がね歌っている通りものすごく白いご飯が合う美味しいラーメンでございます。もう本当にぜひこの動画を見てね、気になるよっていう方はこのおちさんのお店で美味しいラーメン食べていただきたいですし、今年の4月中にはなんとロスの方で新店舗ができるということで、ラーメンおちという店名でですね、若干こちらで提供しているラーメンとトッピング類に関しては異なるメニューもございますが、基本的なスープ等に関しては同じものがいただける、そんなねお店が4月中にロスにオープンされるということなので、僕のね動画の方では結構いろんな国の方が視聴してくださっていて、中にはねアメリカの方の方もコメントいただくことがあります。もちろん現地のですねアメリカの方が食べに行っていただいても僕にとっては嬉しいですし、今後アメリカに行くよっていう日本の方がですね、何食べようかなと迷った時にはですね、ロスの方でこの美味しいラーメン食べれますので、ぜひね皆様もお試しください。それ以外にもですね、こちらおちさんのお店ではオンラインショップ等もございまして、餃子であったりとか冷凍のラーメン販売しております。その URL に関しましては概要欄に記載しておきますので、気になる方はですねそちらもチェックしてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。